ハレルヤ。ビッグフィール18のスペンサーです。信仰の言葉へようこそ。ハレルヤ。今私は暗闇と光の話をしたいんです。よく話の話、光の話を聞くんですが、もうちょっと聖書ではどういうことかちょっと見てみましょう。福音のヨハネに行ってください。福音のヨハネの一章に行ってみましょう。一節、二節、三節を一緒に読みたいと思います。福音のヨハネの一章一節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であったは一節ですね。次二節。この方は初めに神と共におられた。三節。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらず、よらずにできたものは一つもないです。わお。ここにはどういうことが書かれているのか、なかなか面白いと思います。神は天の父、天のお父さんですね。主イエス、聖霊様。神は三つだけど一つ。でもここに初めに言葉があったという言葉が書かれているんですけど、言葉ともうちょっと読むと彼という言葉が書かれていますよね。彼、彼は誰でしょう、誰でしょう。神と一緒に行った誰、初めに行った、まあ要はスタートがなかった、これはどこに何の話をしているか、やっぱり内容を見ながら検討すれば面白いと思います。一章17節を見てみると、この彼というのは、この言葉というのは主イエスです。イエスキリストです。え、じゃあもう一回見てみましょうね。もう一回言葉の代わりにイエスを入れますね。はじめにイエスがあった。イエスは神と共にあった。イエスは神であった。あるグループはイエスは神と言いません。でも私たちの教会で本当にイエスの名前の力はすごくわかる。私たちを賛美している時にジーザス、ヤシュア、ヘブライ語で言うとヤシュア、ハレルヤ、イエス、すべてジーザスです。すべてイエス、すべてヤシュア。ですから本当に私たちが神の力はある。でも神の力がある言葉はジーザス。言葉が、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。私たちよくクリスマス、もうそろそろクリスマスになると思う。年末いつもクリスマスになるんですけど、本当に主イエスはいつ生まれたのか私たちは明確にわからない。でも、ある私の進学校では9月ぐらいという、まあ、アイディアがあるんですけど、でも私たちははっきりわからない。でも、主イエスは、なぜクリスマスに生まれたのか、いつから主イエスが生まれたのか。私スペンサーはオレゴン州で生まれたんだけど、私は自分のお父さんとお母さんが私を作った時から私ができたんですね。その前は私いなかったんです。でもイエスの場合はマリアが神の力を受けて子供ができて、それで生まれたんですね。ジーザスが生まれたんですね。男は絡んでなかったんです。まあ、神の奇跡によってジーザスが生まれた。要は天の父の子です。神の子ですというイエスの話ですね。普通の人間じゃない。人間だけ、人間の体で生まれてきた神です。でもイエスはいつ始まったのか、聖書の話だと彼が始まり、イエスの始まりもない、聖霊の始まりもない。創世記の一章を見ると2節で聖霊様が暗闇の、まあ要は水の上に飛んでたっていう直訳で読むと、聖霊様も言った。
ジーザスは実はこの3節を見ると、ジーザスは全て私たちがいるところをジーザスが作ったんです。天の父じゃない、私ずっと天の父だと思ったんですけど、でも聖霊、天の父、御子のジーザスを、神の誰が何をしたのか、私が前話したんですけど、教会で話したんですけど、天の父の役割は計画する、聖霊様は表す、その予定、計画したことを皆さんに伝える、最後に実行するのはやっぱりジーザス、十字架の上で亡くなって、それで蘇ったのはジーザスですから、実行しました、実現しました、やってくれたのがいつもジーザスですから、本当に光であれと天の父が言ったらジーザスが作ったんです。ですからジーザスはただの預言者じゃない、ジーザスはただの人間、生まれてきた人間じゃない、ジーザスの名前に力があるんです。イエスを言うとあなたの状況が変わります。なぜならイエスが全てを作ってるから。だから私たちは暗闇から光に入ってきました。ヨハネの一章を読んでると、ですから本当にイエスが、イエスの名前に力がある、イエスは神である。ですから本当に私たちを、本当にその辺をよく理解しなければならない。ハレルヤ。ビクトリーワーチャーチのスペンサーです。今日あなたが主イエスを信じてればいいことが起こります。アーメン。ハレルヤ。